どうも、慢性腰痛専門整体院、青葉院長の石島です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、皆さんですね、最近、腰痛でやってるもので、腰痛で来る患者さんってすごく多いんですけども、腰痛の前にですね、やっぱり皆さん、若い頃から、ぎっくり腰になってる方っていうのはすごく多いんです。ぎっくり腰。で、なんでぎっくり腰になるかっていうところですね、結構皆さんに聞かれるので、ちょっとですね、その話をですね、皆さんの方にもですね、させていただければなと思っています。はい。で、ぎっくり腰のまずですね、どういう感じなのっていうところをお伝えしていこうかなと思います。ちょっと背骨描きますね。はい。見えますでしょうか？僕、あんまり美術が得意じゃなくてですね、絵がすごく下手くそなんですが、こんな感じで、これが背骨ですね。で、この間にあるのが、クッションですね。専門用語で言うと、椎間板って言います。椎間板。はい。で、ぎっくり腰がなる人っていうのは、このクッションである椎間板っていうところに圧がギュッとですね、かかることによって、ここに傷ができるんですね。傷ができます。そうすると、中でですね、内出血とか起きたりとか、あとは水が出てしまうっていうところがあってですね、それが、このぎっくり腰っていう痛みにつながってきます。はい。というところで、やっぱりですね、この背骨にですね、背中にですね、一瞬でこうギュッとですね、負担になると、こういうふうな傷ができてしまって、ぎっくり腰っていうふうになってきます。はい。で、やっぱりですね、ぎっくり腰ってすごく多い動きっていうのが一つあるんですね。圧倒的に多いんです。ちょっと見てくださいね。はい。これ、患者さんからもらったお花なんですけども、これが、床にありましたと言ったときに、ちょっと見えにくいですね。よいしょ。床にありました。で、大体ですね、皆さん、取るときに、こうやって取りますよね。こうやって。で、体を起こしますよね。もう一回いきますよ。ここから、こういうふうに。よいしょ。はい。で、この動きがですね、やっぱり、ぎっくり腰の人はすごく多いんですよ。この動きをして、痛ってなる人が。で、よく見てもらうと、よいしょ。こっから、よっ。この動きをすると、腰しか動いてないんですね。腰しか。なので、腰に、一定の圧以上加わっちゃうので、こういうぎっくり腰になっちゃうんですね。なっちゃうんです。なので、気をつけてほしいのは、下から物を取るとき、特に重たいもの、軽いものでも気をつけた方がいいんですけど、特に重たいものを取るときは、一回ですね、ひざまずく。で、体の遠いところではなくて、近いところで持ってください。で、立ち上がってください。これをですね、気をつけてもらうことによって、ぎっくり腰になる可能性というのはすごく低くなると思います。ただ、やっぱり腰が負担がかかっている人っていうのは、どうしてもさっきみたいに腰を曲げて楽な動きをしようとするから痛みが出てしまうんですね。
なので皆さんは、ぎっくり腰にならないようにですね、この辺の動きっていうところを注意してやってみてください。はい。またですね、ちょっと明日はですね、またぎっくり腰の話をしようかなと思っていますので、ぜひですね、楽しみにしていてください。はい。じゃあ本日はこれで動画の方を終わりにします。またですね、動画がいいなと思ったらですね、チャンネル登録の方をお願いいたします。はい。じゃあ動画終わりにします。ありがとうございました。